今回は青木ひなさんにインタビューしていきたいと思います。はい、はい、それでは秒数をくじで決めていきましょう。よいしょ、じゃん、15秒。それでは15秒インタビューチャレンジスタート。はい、はい、私の最初の印象は、何もじゃなんて呼ばれてる、または何で呼んでほしい。ひなぴよ。舞台の思い出は、楽屋が楽しかった。好きなことと苦手なことは、音楽と運動が苦手です。好きな食べ物は、肉